すごい服装ですね。阪神ファンなんですか？そのボール。西岡。ボールは。はい。あ、ありがとうございます。これ、前監督、金本監督にですね、時期もらった。はい。あ、ちょっと見せてもらっていい？はい、あります。これヤフーオークションじゃん、じゃん、じゃん。今もこれ出して触るの初めてですね。出して触るの初めてやけど阪神ファンなんですね。関係あるよ。あ出して触るの初めて阪神ファンなんですね。はぁ、それぐらい大切にしてます。そうですね。いや、阪神今年どうでしょう、セ・リーグ制覇できるんでしょうかね。制覇はもちろんしてほしいっていうやっぱり気持ちが阪神ファンは、はい、毎年強いんですけれども、はい、今までの監督よりかは矢野監督は立派やと思います。すごい、もうどうなるかなって思ってましたけど、現在今日5月の8日ですか、ヤクルトに 5-0 からの 5-5 に並ばれて、12回に2点入れて7-5になったにもかかわらず同点で終わったっていう試合を今終わったところなんですけれども、まあまあ腹立たしいですけれども、ここまでやれた監督っていうのは前金本監督、和田監督、前見監督の中では一番今2位争いしてるんで、上出来だと思います。金本監督のサイン持ってても矢野監督の方をリスペクトするんですね。金本監督は選手の時は大好きでしたけれども、監督としてはそうです、炎上金本監督がここはダメやけど矢野監督の方がここは優れてますよっていうのをちょっと教えてもらっていいですか？僕の考えですよ、あくまで。まず金本監督は選手として実力があった人っていうのは、はい、大概無茶なことをやっても自信持ってはるんですよね、はい、矢野監督ってみんなに合わせる感じがあるというか、はい、そのチーム全体でわーって輪になる。金本監督は俺の言うことさえ聞いとったんやねん、勝たしたるからっていう独裁的な、僕の見解ですけれども、そういうところが輪につながらなかった、一人相撲を取ってたような感じがしますね、金本監督は。それで勝ってたらよかったんですか、ね、そういうことですけど、ちょっと浅はかやったようなはい、感じを見受けられますよね。矢野監督はチャレンジしなさい、ほんでミスってもいいよと、選手の意見を聞くというような独裁的な、うん、抑えつけがないような感じがして、はい、今いいように見とってもアットホームな感じを感じれるんで、ホームラン打った後とかね。そうですよね、ファン以上に喜んでる矢野監督を見て僕らも微笑ましいというか、はい、阪神ファンとしては嬉しいですよね。坂東英二さんはどう思うんですか？泣き部屋が余裕とんのやじゃあ今日はその矢野監督の采配でセ・リーグ制覇はきちんとこういけるのかどうか、そこを多分皆さん聞きたいと思うんですよ。まあ矢野監督はですね、はい、今年まあ初めてついたんで、はい、3位までにどないか入り込みたいと、はい、A クラスに。まあ、そうです、はい、ほんでそこからのクライマックスシリーズで優勝して日本シリーズ行きたい、だからもう3位までに滑り込んだらうちが行くっていう、もうその考えでいいと思いますね。もう普通に1位でもちろんやってほしいですけれども、はい、やっぱり原監督に代わってからの巨人はやっぱり強いですし、ね、それはもう6連敗してますんで、はい、あれ3勝3敗って今阪神首位なんですよ。まあ今2位ですよね、まあ、2位3位、まあまあそういうことですよね、はい、なんで巨人戦でもう審判のね、西投手の一塁セーフ、セカンドに走ったあの外人選手がセーフをアピールした守備妨害、はい、あんなんで審判に負けた第3戦っていうのがあるんですよ、うん、あれも見に行ってましたけども、結構ね巨人と戦った審判が巨人寄りというか、あ、なんかそれも、いやそれは反対に俺が阪神ファンやからそう思うかもわからないですけれども、なんか巨人ビーキの審判をよう見ますね。まあ今、まあ、2位とか3位とか争ってるポジションですけれども、はいはい、これこのまま行きますか？行きますね。 A クラスに入れるということですね。いやーもうそれはもう絶対です。もうほんなら皆さんが喜んで道頓堀の川に飛び込む時は今年は来るぞと。はい、そうです。わかりました。はい、そうです、はい、はい、ということで、お、まとめた急にチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。はい、炎上。